え SR？ ああそうだね、あのステップアップガチャってやつでしょ。俺もやったよあれ。あとそう、ユームラしか知らないと思うんですけど、ターミナルガチャというあのサテライトじゃ引けないガチャが1日1回あるらしいんで、それも結構いいらしいね。さあ、何の話してんのもいかないですが、好評稼働中のクロノレガリアの話をしてしまいましたが、ここはブレイブルーに戻っていきましょう。さあチーム対決です。 1P 側町のマイ、 2P 側マイスターのラムダ。さあこの2人、さっきの大会中でもお話ししたように、現在予選開催中の東進祭、2018-19 の方ではチームを組んでいる関係で絶対当たらないんですね。なんで対戦する必要もないんじゃないんですが、まあ、それとことは話は別なんで、普段からお前ちゃんとやっとんのかという、ね、セルフチェックも含めて対戦をこうガリガリしていく2人ではありますが、いやシックル飛ぼうとして当たる。なんとこれはどうだったんですかね。倒しきれるか。紫投げ独裁アクティブフローあったんでワンチャンありましたけどね。日本選手したのはラムダ。でもアクティブフロー中かどうかなんて、なかなかああいう際どい時はと確認できなかったんですけどね。マジアクティブフローもっと派手にしてくれやって言った方がいいですけど、対応されなかった。ラムダみたいにキャラの周りにすでにオーラがあるようなキャラになりますから、アクティブフローのオーラとかつけてもボケがなかった。わあ、ダンシーカウンターしてる。いいかなんかで暴れたんでしょうか。グレイドラッチャンダウン、6ミリ入れ込み、超高速の崩しかつヒットしたらコンボという便利連携で、まずはマイスターが先制です。 Here comes a new challenger. Please select your character. My Natsume.さあ開幕立ち陣にいきなりテイクダッシュチャンシーカウンターからのお仕置きが炸裂する。さあラムダ我慢我慢、ガード硬い。これはだけど仕掛けてないんですよ。崩しは仕掛けてないですよ。みたいに良かったですね。あの顔したらいいですね。さあ端から端まで押し返して、ああストップ、ごめん。さあ下段が入るが、中央下段はそこまで高くない。いえ、うわお、ラニシーを立ち入れたいけど落として、違う、ここまでヒット。さあこれは綺麗にスパイクを飛び越えたが、まだわからないか、押し切れるか。ここはゲージを 100% 使って押し切っていきます。一本練習したらうまい。なんとかなりそう。レベル2アクション。さあジャンシーがボロに2A と噛み合いました。正面から力くらい。さあどうして、さあ立ち見同キャンカーの立ち絵、これがなんかナチュラルアブレットになっている。お、熱波おいしいぞ。さあ2、3300。ジャニーから立ち見、なんと動いたところに痛いのが取った。どんどん
にラフキャンからガンダッシュしてのログビー。さあ結構大きい持ちには勇気いるムーブでしたが通していきました。まあ他の選択肢は多すぎてね、大きいしてもなみたいなのがありましたけど。さあ 2B3C のところに上から、はい、攻撃かぶせる。さあこれは漏れた感じのノックダッシュ。何何オケータマルガード、あー危ない。あ動いたー。 C からさあディレイブレードが当たる。位置入れ替わっちゃった。いやこれしょうがない。あそうブレード。ウィレン大丈夫か来週。さあ2人してやらかしておりますが、スパマブッブッ投げ取る。うん、あーギリ壁通したのか。なるほどねなるほどねなるほど。さあ接戦のように見えてグダグダな試合でしたが、接戦パッと見接戦ですけどね、内容は見せられないように、接戦で、しかしマッチがこれ取り返して1-1です。あるのよ、俺も体力でね、こういい勝負してる試合をやっぱり長いの試合とかだと結構優先的に見たりするんですけど、今みたいな試合内容はもうそっとじですね。はいはい、みたいな。DWB はね、そういうの、限界がある。全試合と言われたら全試合あげますけどね。さあ西井大空から戻して、リップ。わあ大空技便利ですね。あ、つながんないですね。結構指導としてはあれなのか。さあ1人が泡きれいにかわすが、 3C はちょっと欲望すぎたか。あ、これはブーメランを読んでのお気に C でしたが、 FC だからいつも見てブーメランしてこなかった。クレセントガード、素晴らしい素晴らしいガード。コンボ判断はどうなんだこれ。微妙な感じ。バード使っていく、投げる。さあ逆にこっちは完全バータイのコンボを組めてきた。一本先取したのはラムダ。レベル2アクション。だからまあよくバード使いましたよね、ここでね。結果的に勝利を引き寄せます。さあ、曲が、おぉ、さっき見たもん、これ、この流れ。さあ、今度はコンボ、いくら、ナイス、投げる、投げは今日は通ります。あでも、どっち側とかに意識を避けあかれすぎているのかというところです。わお、ジョージアニシーが 2B で10円、5バス目に当たる。ブレイドここは、バッチリ決めていきまして、さあ、再びマイスターがストレートで勝利し、2勝目です。The Wheel of Fate is turning. Rebel 1. Action!
さあバックステップとテイクダッシュが噛み合っていく。そして逃げ渡ってガーシー立ち合い打ち。わあ、エクシーバー、次のエクシーバーが来る。カウンター。ジープ。これはしっかり 75% パル倒しきる。地味だけどね、結構これで決めること多いですよね。重要です。一本選手したら前。さあ動いてしまう。バディジャンプを取り出るのか。さあ前段カーブで追い返す。さあお互い読みっぽい技の置き方してるんですが、スパル。さあジップは使えません。いけい。6Dテイクダッシュと噛み合った。ようやく読みの 6D が当たった感じでしょうか。しかし今度は安いが 3C 指導でやり直し振ります。スパイから中段ガードした。さあガードされ確認ラッキアンでフォローしたんですが、ここはしょうがないですかね。かっこいい。エラン。ラスト。さあガナシ寄ってきて、ジャンシー正面だ。普通に当たって。さあセットカウントいい勝負。一進対二に。Please select your character. Lambda 11. さあ先に勝ち越すのはどちらか。第5戦目。The wheel of fate is turning. Rebel 1. Action. さあ外にバースを使っていくのは前。下段。さあこれは FC が潜っていく。ダッシュ。おー、さあ重力を力強く貫通してきて、いい悲鳴り指導ですかね。これは減ります。3900。さあ音もしていましたが、一本先取したのは前。届く画面端。さあ2円ほどから2円。さあ前がガンガン来るぞ。ここはしっかり暴れていきますね。やっぱりどっかで暴れる必要があります。ステップに合わせてヒメールはカウンター食らっちゃうんですけど、ステップの固め直しに対して暴れていきました。中段ガード。はい、さあ西振り回してるところにここが当たる。しかもノーゲージでしゃがみくらい FC が出ねえや、中段持続当てのノーゲージコンボ。何何、あーつかない、怖いね。残る。うわー、逆に今走ってましたけど大丈夫ですか。あー槍が飛んできた。さあ行きましょう。先にリードしたのはマチ、折り返したのはマチですね。3勝目。
対戦スピーカーはブルーチーズパンマンのラムだ。The wheel of fate is turning. Rebel one, action. さあ、デカチャンシーを立ちに通していきます。ロビンガード。取り上げて、あーっとなんか漏れた。立ち見カウンターシード、ダメージ。さあ、必要に触っていく。さあ、当たる。あーっと、これは下段出なかったか、ヒメイリが。特に深く側を変えてしまい、半角ですね。端から端まで持っていく。中段で対空しっかり 6A 初めて当たりましたね。対空をきれいに打つ場面もなかったんだよな。こういうのに投げ抜ける。対空対空。さあ、ここは見せらなければ倒しきれるが、どうか倒していく。一歩選手したのはラームだ。さあ、大学前ダンシーで普通に降りてきました。シュッシュしている。セクシーガンやり投げて便利だな。勝手に遅れるぐらいですね。さあ、立ち火のキャンからはシャガバネスカと割り込む。中段当たってさあ、ガメアジ中段。うん、ねえ、怪しいぞ。わーっと、すげえのが出た。今のはちょっと位置変わってたし、漏れっぽいが。ああ、いいですね。投げる。さあ、わからない。はい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 。うん、当たったが、オーディン。さあ、お互いゲージ一気に使っていったが、スパイク。あの、テイクプレーの漏れにも見えましたが、スパイクのところにスパイク出ちゃいましたね。さあ、1-1でファイナルラウンド。エクシーが飛び越える。悔しいカウンターから、さあ、西大工。おお、うまい。しっかり位置入れ替えて、立ち B から拾い直す。さあ、A から投げて、これはもうバースト対策のダンク決めていきました。さあ、先にリーチをかけたのはマチ。4-2です。さあ、完全に流れを掴んだ感じがあるが、ライスさん巻き返しあるか。The wheel of fate is turning. Rebel one, action. これぐらい。スタッフィーシステム起動。システム起動。さあ、2BC、2C がね、2C 結構伸びてくるんで、2C から当たることも多いです。危ない。ガードされるの前提のスパイク。来日。さあ、これはゲージに入っていきますね。セリコンボに行く。わー、なんだあれや。あー、動いたところに立ち火が当たる。さあ、移動機は割りどうしたか。どうだ。
そうしましたね。ルータイク。さあ、ここはオーディを使って確実に倒していきます。重要一本目でしたな。ナイスだ。時間だ。ヘルヘル。そして超えて。さあ、前がラインを返すが、体力差結構ある。飛び越えた。なんか立ち位結構飛び越えますね。飛び交っているのか。中断。ちょっとゲージ使ってしまったが。さあ、熱っ張りの 2B ヒメリになったんですが、コンボはいけない。オキサンシーカウンター。なになに。さあ、セークダッシュ 6D 当たる。入れ替えから。ロビーガード。テイクダッシュ。タジミーから OB が出ない。さあ、逃げ暴れ。さあ、これはいろいろ噛み合いました感じはあるが、さあ、ただマイスター1ラウンド目2ラウンド目に OD が機能しまして、なんとか取り返していきます。4-3。さあ、すごい登りジャンピーが完成しましたか。そして、さあ、ダジニーがスターだ。ミクルガードを張って、イエッ。おお。ロマンあふれる手動でしたけどね、今はね。さあ、シクラキレイ飛び越える。リレーブレードが当たる。即バースト。さあ、今のよくダッシュバリがしましたね、 2B に対して。が、ここで釣れた。さあ、今までずっと引っかかってなかったんですけども、入れ替えバーのコンボでね、暴れ潰しですね。仕込み潰しと言います。あ、そう、これはダンクでここまで測れるのを嫌いましたね。一歩選手したラムダ。さあ、お題もゲージを出し惜しみなしの総力戦です。現在はマチがリードをしている状態ですが、流れがまた変わる。ここも先手を取るのはラムダ。駆け抜けて、さあ、いいやーってやり上げて一気に寄りました。一気に寄った。立ち見、投げが通る。はい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 、と残して、さあ、カラミティは OD へ抜けてくる。甘えは許さんということで、一時でファイナルラウンド。さあ、リーチを上げていくな。街の前、さあ、シックよく飛び越えましたね、今。ガード安定かと思いきや。スパーだ。投げは抜ける。さあ、これは対空は間に合わない感じか。
惜しい。ラストリガー漏れた。さあこのいい流れでクラッシュトリガー漏れはちょっと痛いか。レッドプレゼント、あーバースト使わない、テイクプレゼント、これさすがにバーストでいった感じ。投げ役を切るな、あーいい当たり方ですねこれ。さあボーバー絡みてー、すごいマイスターが盛り返す。さあダブルリーチ、今日2組ともダブルリーチ、フルセットですね。やるじゃないと、さすがライバル同士。さあどうでしょうか、 4-4 この試合勝った方が分からせ完了です。投げて、ルビーガード、ヤンシーカウンターだが低空すぎてちょっと反応できなかったか。セクシーがノーマルヒット、さあタジビー2B、タジビー 2B でガンガン触ってくるアムダ、おー CAC カウンターサンルート入れて、クラッシュトリガー暴れ潰しになった、危ない、熱波にジャンシーが当たるか、わーいろいろあった、いろいろありましたね、いろいろ一歩選手したのは前、今のはいろいろありましたよ、さすがの俺もいろいろありました、言っちゃいますよ。さあこれは 2-2 をガードしたんですが 2-2-C がボロに当たる。さあ前としては美味しい指導だ、クラッシュトリガーまたもかかる、さあバディジャンプ潰しみたいなの、バディジャンプ暴れ潰しみたいなのね、ガンガン仕掛けられています。さあそれが最後まで刺さってしまいまして、最後もろ刺さりましたね、ぶっ刺さりました、というわけで本日マッチのマイ対マイスターラムダの分からせバトルは 5-4 でマチマイの勝利となりました。お疲れ様です。テイガーさんと同じ、はい、魔法自傷兵器。